皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、モデルプレス2024年11月13日、ギタリストのみやびが13日、自身の X、旧 Twitter を更新、X ジャパンのヨシキラルクエンシエル n l のハイド X ジャパン、ルナシーのスギの杉とのスーパーバンドザラストロックスターズを脱退する理由を明かした。動画 ザラストロックスターズメンバー脱退と同時に公開された新曲ミュージックビデオミヤビザラストロックスターズ脱退の理由明らかに日本時間11月11日午後11時11分セカンドシングルサイコラブのフルバージョンミュージックビデオを公開したザラストロックスターズ合わせてミヤビが脱退することを発表した13日 みやびはバンドの発表に関して驚かせちゃってごめんなさい。去年から冊子がついてたファンの方もいると思います。僕はこの4人で過ごす時間がとても大好きでした。たくさんのものを学ばせてもらったし、もちろん今も変わらず尊敬しています。別に大きな喧嘩したわけじゃないので、安心してね。むしろ、もっと喧嘩したかった。 ぶつかり合いたかったと思いを告白。脱退の理由について、世界をロックする、僕も本気でこのプロジェクトに取り組まさせてもらったつもりです。世界で戦うのは、生半可なことじゃないし、片手までできるもんじゃない。みんなそれぞれ守るべきものがある中で、攻め続けることの難しさを感じたのが正直なところです。メンバーの皆さんにも伝えましたが、 お互い子供の頃に出会って一緒にバンド組みたかった。もっといっぱい喧嘩したかった。これからも変わらず大好きで尊敬するお兄ちゃんたちですと活動していく上での不自由によるものと説明した。最後には僕が言えたセリフじゃないですが素晴らしいアーティストたちが集まったプロジェクトなので大切に進めていってほしいと願っているし僕もずっと応援していきます。 素敵な景色をありがとう。YOSHIKI さん、HYDE さん、杉蔵さん、皆さんと一緒にロックできて光栄でしたとメンバーへの感謝を伝えている。ミヤビ &YOSHIKI の熱いやりとりにも注目集まる。脱退の発表に対し、YOSHIKI はザラストロックスターズのポストを引用し、みんなザラストロックスターズを脱退したミヤビのことも、これからもよろしくお願いします。 素晴らしい才能を持ったアーティストです。今後また一緒にやる機会は十分にあると思いいす。ねみやび。原文ママ。とコメント。この YOSHIKI の投稿に対しみやびはリーダーありがとうございます。そしていつも生意気でごめんなさい。もちろんまたきがこなせば共にロックしましょう。いつでもギター持って駆けつけます。 くれぐれも体に気をつけてくださいねと反応そしてハイドさんとスギゾーさんをよろしくお願いします2人ともあなたのことを案じ尊敬していますミーティングまとまらなければ呼んでください臨時で出席しますいつまでも心は共にと脱退してもなお変わらぬ関係性であることを明かし応援のメッセージを送っている どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。